皆さんこんにちは、川波波男でございます。いやー、大変ご無沙汰しておりました。昨年の7月か8月ぐらいが最後の動画投稿をやったと思いますので、そうですね、約半年ぶりぐらいのアクアリウム動画となります。ちょっとですね、仕事がめちゃめちゃ忙しかったりとかですね、あとバチクソ体調悪くなったりとか、いろいろありまして動画の投稿ができませんでした。まあ年も明けましたので、心機一転また頑張っていこうと思いますので、よかったらお付き合いのほどよろしくお願いいたします。久しぶりですので、見ていただいている方にお土産がございます。まあお土産いうほどのもんでもないかもしれませんけども、最近流行りの SNS クラブハウスって皆さんご存知です？クラブハウス、こちら招待制の SNS、 声のツイッターみたいなやつなんですけども、1人に2枠招待の枠があるんですけども、そのうち1枠この YouTube ご覧いただいている方に招待プレゼントしようかと思っております。動画の一番最後でどうやったらこの招待を受けれるかみたいなことを説明します。よかったら最後までご覧くださいませ。それでは久しぶりの動画、ごゆっくりご覧ください。ベタな魚を買って、いやベタな言うたらややこしいな、シンプルな魚を買ってみたでございます。こちらの水槽、ジェックスマリーナ L 水槽ブラックでございます。40センチ幅ぐらいの水槽ですね。安いやつです。昨年の4月に立ち上げまして、低床には水草一番サンドを放り込んだ、いわゆる陰性水草水槽でございます。陰性の水草水槽っていうのはお分かりの方も多いと思いますけども、あの強い光とか、あと CO2 のいらない類の、あんまりこう青々としてこない割と地味な色合いの水草水槽でして、こちらの水槽にはそういう水草ばかりが入ってます。中身がアヌビアス7、スクリューバリスネリア、ミクロソリウム、アヌビアス7プチ、あと小さい株ですけどブセファランドラも数株入っております。これがですね、感じにジャングルっぽくなってきまして、なんか地味やけどしっぽいなと自分的に思うわけですね。なんていうんですかね、陰性水草の醍醐味といいますか、割とパールグラスとかロタラとか使った青々した水槽にはない渋さがあっていいなと思い出してきたのです。どれぐらいたくましくジャングルになってきたかといいますと、もともと立ち上げた時がこの状態なんです。ちょっとアングルは違うんですけども、それがこうなったわけですね。うん、地味渋。ちなみにですね、照明はこれ自作の LED のライトなんです。これテープ LED を貼って作った、これ他に動画も出してるんでよかったら見てもらったらなんですけど、これでちょっと奥の方を青く間接的に照らしまして、そこもちょっと渋さの一役買っておるわけですな。生態はですね、タニシのみで8ヶ月過ごしてきました。タニシのみ言うのも渋いでしょう。自分的にそろそろ立派になってきたので、お魚を入れてみようかなということになりまして、選んだ魚がこちらでございます。わかりますかね、地味で渋いコンセプトで買ってまいりました。赤ヒレでございます。赤ヒレ買うの久しぶりなんですけどね、この子ら地味やけど綺麗で可愛いんですよね。安いし、ゴールデンの赤ヒレと普通の赤ヒレを半々ぐらいで混ぜて10匹ほど買ってまいりました。容器にお魚を解き放ちまして、ピャピャピャーっと水合わせの用意ですね。さっき10匹買ってきた言いましたけど、正確には9匹でした。普通の5とゴールデン4ですね。何せ8ヶ月タニシしか買ってなかったんで、一応水質のチェックです。結果はもちろん硝酸も亜硝酸もほぼありませんでしたね。え、赤ひげ可愛いっすよね。このゴールデンとか混ぜると繁殖するときってややこしいんですけど、そこまで難しく買おうと思ってないので、この水槽で元気に泳いでくれたらそれでいいかなと思ってるので、このまま混ぜて泳がすことにいたします。普段は水合わせのときですね、水槽の縁にクリップとか洗濯バサミでパチンって止めるんですけど、これマリーナ水槽が縁ありなんで苦戦している様子。結局ストーンをつけて重り代わりにして水合わせをしました。綺麗わ、地味渋ですな。地味渋、地
地に渋かわいいやすいえーなーですな。今んとこ順調に元気に泳いでおります。1時間ほどしまして水合わせ終了でございます。そしていよいよ水槽に移すんですけども、見ててください。これ今から魚を網ですくうんですけども、本当の本当のこれが本当の一網打尽で9匹全部いけました。パチ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 。いざ入水でございます。そーっと網入れまして、なかなかねこれ網が安もんでうまく出ていけない作りになっとるんですよね。いけいけいけ、怖くないから大丈夫やから、いけ、行くんや、行くか、いったー。はい、ということで無事水槽に入りました。やっぱり魚が水槽に入ると水槽全体が生き生きした感じになってきますよね。タニシだけで8ヶ月過ごしたの大違いですね。割とこうやって普通の赤ヒレとゴールデンが群れをなして泳いでるのも可愛らしいもんですね。忘れてたんで自作の青い照明つけてみました。ということで陰性水草水槽、地味で渋い水槽に地味で渋い赤ひれを入れてみましたの巻でした。さて、動画の冒頭でお伝えしておりましたクラブハウスの招待の件でございます。応募条件こちらとなります。ドン。アクアリウムが好きな人、アクアリウムのお話を僕と一緒にしてくれる人、これはクラブハウスのアプリ内でってことですね。あと僕に電話番号を教えても大丈夫な人、こちら招待を送る際に電話番号 SMS を使ってしか送れなくなってますんで、電話番号が僕に知れることになります。そして僕の電話番号をあなたに教えることにもなりますけども、これ了解の人のみ応募可能となります。以上3つの条件でお願いいたします。あとあれですわ、このアプリクラブハウスっていうアプリは iPhone でしか使えないアプリになってます。 Android では使えませんのでご了承くださいませ。 iPhone のみでございます。応募方法はですね、 Twitter の DM にですね、僕の Twitter アカウントの DM に招待してくれとか、招待カモーンとか、招待ちょうだいとか、いう感じで分かるように送付をしてください。僕のツイッターアカウントは川並波よっていう風にツイッターの方で検索していただくか、あとこちらの概要欄にもアドレスを載せときますので、そちらの方からどうぞ探してみてくださいませ。あとチェックするわけではないんですけども、応募の際にはですね、チャンネル登録、ツイッターのフォローなど全の心でよろしくお願いいたします。選考方法はですね、抽選にしようかなとも思ったんですけども、せっかくやしアクアリウム好きにこのクラブハウスを広めてくれる人がいいなと思ったんで、ちょっと僕の独断と偏見で1名選ばさせていただきます。選考理由についての問い合わせですとか、まあ、苦情は一切受け付けませんので、何卒ご了承くださいませ。それではクラブハウス招待の方、どしどしご応募くださいませ。本日の動画は以上となります。久しぶりの動画でございました。喋るのまあまあ疲れましたわ。また近いうちに動画出したいと思います。ほな、さよなら。